そして前回の振り返りちょっと入りたいと思うんですよ。これやっぱり下村文科大臣の200万円の違法献金疑惑、これは前回かなりお話いただきました、はいはい、お話いただきましたが、まあ、あれからすぐにね、いろいろと展開していくかなと思ったらなんか停滞しちゃってるんですね、うん、だからちょっと振り返りをさせていただきたいと思うんですけど、これは加計学園のいろいろな中で加計高太郎さんと政治家が密接だというのはもう安倍総理を筆頭にもうたくさんの人たちがね、名前挙がってるわけですけど、闇献金だの、うん、それから職務権限だの、それから具体的なですね、請託との、うん、そういうものもアセットで出てきちゃったのはこれ初めてですよね。そうですね。で、加計学園が闇献金したと、贈収賄の可能性濃厚じゃないかと、これはまあ前回のまとめですけどさらっとおさらいしますと、下村元大臣の公約博友会のパーティー入金状況の文書に加計学園から2013年2014年それぞれ100万円ずつ献金があったと記載されている。一方政治資金収支報告書には記載がない。記載しなきゃいけないんですよね、はい、記載義務がない、はい、で神谷さんがおっしゃったこの間の4月6日にインタビューした時には、おそらく政治資金規正法違反にはこれは違反しますと、はい、そしてそれだけではなく今でも贈収賄の疑いがありますと、はい、まあ、こうおっしゃっておられました、はい、下村さんは告発されるべきではないのか、はい、で、即日この翌日ですね29日に会見したんですね。そして秘書が悪いとかっていう話、元秘書が悪いという話に逸脱しながらですね、もういくらでも丁寧に説明しますって全く丁寧な説明がなく、先月ですよ、だからもう何ですか、1ヶ月は経ちませんけど3週間ぐらい、うん、もう徹底した的な、うん、雲隠れなんですね。でこの元秘書、都民ファーストの平慶翔さんと訴訟合戦になるんじゃないかなと、下村さん弁明記者会見で元秘書で板橋選挙区から都民ファーストの会候補者として出馬し当選した平慶翔氏の署名のある上申書と退職届を配布してみたわけですね。で200万円の献金については内部情報を漏らしているのは昨年私は事務所を退職し現在都ファから立候補している元秘書、事務所の金を使い込んだ、ここもこれまで言ったらね犯罪者となりますからね、刑事告発を似合わせたと。一方平さんや都ファ側は上申書が捏造されている、しかもこれ選挙中ですよ、だから選挙妨害だと、で下村氏を刑事告訴すると表明、これまあ週刊現代が報じたんですけどね、うん、でしかし、我々平さんたちにですね、取材申し込んだんですけど、都ファはですね、この議員が取材に応じることを固く禁じているような状態で、まあ、全部ボスがですね決めるんですね、で応じずというような状態なんですけど、どうでしょうか先生、こういうような流れ、しかない、まあ、言ってみれば脇筋の話しかなくてですね、はい、本来のその事態の解明というところにねたどり着かないまま差しが過ぎてるんですけど、うん、その過ぎているということも一つ意味があることだとは思いますけどね、はい、何も説明責任を果たさない下村さんという人が信頼に足らない人であるという評価がねますます高まっただけではないかという意味でも意味はあったと思うんですけど、はい、ちょっと解説をしておくと、はいはい、これは週刊文春がスクープ報道したと、